車退社実況プレイ始めていきたいと思います。この会社には怖い噂があるらしいんですよ。で、0時過ぎると幽霊が出るっていう噂があるみたいですね。で、なんか主人公が残業してたら0時回って消灯になってしまって無事退社できるかみたいな書いてありました。やってみよう、退社する。なんかボイスを聞くゲームみたいなことを書いてありましたね。残業してたらこんな時間か、悲しいな。おしゃれだな。社畜かというか、この会社確か妙な噂があるんだったな。おしゃれすぎるよ BGM。 この会社に住まう霊が出るとか。そうなんだ。今の時間は0時を超えてるじゃないか。勘弁してくれよ。まあとっとと帰るか。でもどうしよう、廊下から行くのは怖いな。どっから行くの。窓から出る、かっこ非常識。普通に帰る、面白。あ、面白いゲームなのか。あ、なんだこのセーブ画面、おしゃれだな。面白って言っちゃった。え、窓から出てみよう。おしゃれな BGM ですね。じゃあ窓から出てみる。どうやって窓から出るか。怖すぎて。お前の行動怖いぞ。ネクタイを命綱代わりにして、よし、死ぬだろ。エンド1ネクタイ対象。なんだこれ、全然怖くねえゲームだ。怖くねえんだ。ネクタイ対象って何。いや BGM ずっとおしゃれだな。ここからどうやって進めばいいの。タイトル画面戻るってこと、いちいちこっから。なるほどね、こういうゲームか。いいやいいや、よかった、ホラーゲームじゃねえんだ、ラッキー。普通に帰るか。仕方ない、勇気を出していこう。頑張れ。ここ69階だし、エレベーターで行けば降りられるかな。いや69階なのに窓から降りたら死ぬだろ。何こいつ。エレベーター、エレベーターっと。懐中時計男が現れた。ケビンさん。多分そうやけど、懐中電灯なくなってもうた。お前頭についてる。りますんで、夜の会社の警備頼みますよ。任せとき。やっぱり出口までついてきてほしいぞ。お、いいぞ。なんだこいつら、仲いいんか。エレベーター行きましょうか。オーケー。なんだこいつら仲いいな。エレベーターに乗ったぞ。楽しいな。何が、え、世界観は分からん。俺はすぐさま感じ取った。後ろに何かがいる。え、どういうことよ。じゃあ歌ってみるか。怖い時は歌うもんね、ヒートは。ふん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 。草。うお。え、夜勤中のエレベーターだった。言葉遣いがなってないんですが。なんで言葉遣いが関係ある。仕事舐めたらあかん。舐めろ、アメちゃんの原始力。それにしても変ですね、なぜこんなところに人。いろんな人喋りすぎて全然頭に入ってこん。消灯ショックやったろうな。あかん、空気枯れてまうわ。いや大きく出たな、関西人ってそういうとこありますよね。と、そろそろ1階かな。お、ほらまたな。ちょっと待って、え、誰なのまず。そもそもお話ししよう。知ってるだろ今めちゃくちゃ。じゃあ話に応じるか。懐中時計男が気になりすぎるわ。なんでしょう。身の危険を感じる。警備員さん、助けて。俺ホラー体勢ないね。足すくみすぎて水から出た魚みたいになってもうた。ピチピチか。君には今ピチピチか。何が見えているの。え、何も見えてないよ。懐中時計男。あれやな、フラグやな。どうします、やっぱり全力で逃げた方が。質問に答えてくれるかな。何も見えてないよ。でも君に今何が見えているの。え、明るい未来とかではないんだ。俺の会社あなたじゃないの。普通にあなたって言ってみるか。それは分かってるんだけど、他には。え、どういうことよ。あなただよ。それは分かってるんだけど、他には。なんでちょっと罰悪そうにしてんの。それは分かってる。え、これ進まねえの。他には。他にはって何。俺の会社。俺の会社。
あかん、空気、いてついてもうたわ。いや、な、噛んでんの？ここは俺のギャグが必要。会社など、いや、ない。どういうことだよ。あ、急にテキスト出てきた。女は携帯電話を取り出すと、誰かに発信し始めた。会社などないはどういう意味なの？これ何なの？あ、消せるんだ。会社がなかったら俺ら一体何なんやろ？ないわけないだろ。だって、俺は今日もここに、あ？この、いや、いろいろ喋りすぎて全然頭に入ってこんないよな、だから。会社でしたっけ？警備会社とちゃう？まあ、そうだった。警備会社。あ、警備員なの？1回についたみたいで、ね、あーそうなんだ確かにそうだなごちゃごちゃしてんな。じゃあ俺帰ろうかな。ちょっと具合が。気をつけなあかん。夜道は危険や。警備員さん大丈夫か？この女もしかしたら。あかんで、それは言ってもうたらあかん。全ては認知や、認知は自在やからな。ああそうだったな。女は携帯を切るとこちらへ向き直る。なんだろう。ちょっと今設定見てみたんですけど、 BGM でかいかなと思って下げようとしたら、我が輩は猫である、ま、名前はまだない、どこで生まれたかとんと見当がつかぬ、何でも薄暗いジメジメしたところでニャーニャー泣いていたことだけは記憶しているというわけわかんないフレーズずっと流れる感じです女は携帯を切るとこちらへ向き直る。ちょっと話し相手になってよ。聞いたことがあるかな、この建物の噂。ないない。ああ、確か0時を過ぎると幽霊が出る。あ、俺ら幽霊的な感じなの？そんなこと言わんといて。あ、確かな、幽霊っぽいもんな俺ら。君に見えているのはそれだ。あ、そういうことか。脅かすなよ妹子。妹子。お前はただの可愛い。俺より先に勝手に死んだふりするな。あ、いや。やばいな、何もかも違う、どうなってるんだ。俺は幽霊とか信じてへんよ。庶民俺も信じてないんだよね。もう非現実的なんだよ、妹子は。いや、ちょっと今なんでもいいけど、もう一回だからとりあえず外出よう。あ、妹にしたのね、怖いから。幽霊が怖いから。兄さん疲れてるんだよ。答えてほしい。だから。私の他に誰がいる？あ、だよね、そうだよね。多分警備員のやつが幽霊なんじゃねえかなと思ってたんだよな、ちょっと。だって、あからさまにおかしいもんね。頭、懐中時計だし。え、誰もいないよ。何言ってんだよ、妹子。びっくりするようなこと言わないでよ。誰も、いない。え？ケビンさんと妹の姿はもうない。何この展開。本当の俺は、この会社、株式会社、日本製の電車には畳の車輪の元社長だ。すごい名前だな。会社はとっくに潰れて、俺は会社にすがりついていたんだ。あ、そうなの。昔から俺には特技があった。思い込むこと、他人を意に介さないこと、すべてが俺の思い通りだった。でも現実の人間は違った。あ、違う怖い話かこれ。違うタイプの怖い話か。そういう怖い話か。なんだこいつ。なんて言った今。兄貴、兄貴、俺兄貴病院行った方がいいと思う。いや、お前が病院行った方がいいだろ。やべえもんだって。何こいつは、登場人物癖が強すぎるだろ。俺の長所は全部妄想ですよね。え、何この怖い話。逆に怖い。あーだね、いい度胸してるじゃん。めちゃくちゃいかついばあさん現れたな。どうしてそんな目を。俺は自分の思い通りにいかない他人が嫌いだった。俺の名前は畳の車。え、でも俺の中では祖国眼八国流だ。いや、すごいな、中二病か。じゃあ俺の世界に戻ろっか。ちょっとあのボイスが混雑してて聞きづらいところありますね。また明日も残業になるんだろうな。思い込んでる、仕事してる。エンド6、俺の日常めっちゃちっちゃ。なんでこんなちっちゃいんだよ。エンド1からいきなりエンド6まで取ったってこと。じゃあ警備員に助けを求めてみるか。いや、こいつが幽霊なのかな。
いるんだよな。てか全幽霊なのか、俺自身も幽霊なのかな。じゃあいないってことで。お、それがええわ。1階でございます。わ、びっくりした。ご利用ありがとうございました。誰、エレベーターが。エレベーターがあるやったわ。さて、じゃあこのまま駆け抜けて会社から出るか。警備員さん、ここで。ほな、気をつけて。え？何この普通の日常。なんだ、会社の噂だ、嘘だったんだな。俺は無事家に帰った。エンドに幸福認知。なるほどね。こういう感じでめちゃくちゃ逃げてみよう。ちょっと待って、もう、いや、すごい逃げるよ。そろそろちょっとね、夜の番組が始まる時間なんで、ってわけで、あとは警備員さんに全部お任せして、さよなら。え、でもエレベーターないだよ。そうして俺は無事退社し、退社できとんのかい？退社できちゃうのかい？無事退社できるかってゲームなのに退社できちゃうんかい？あの時の女性が何だったのか、家に着いた俺は考えることをやめた。エンドさん逃げるが勝ち。まあね、確かにね、幽霊とか目の当たりにしたら逃げるが勝ちな気はするけどね。あ、そうか、ここで警備員って言ってみるか。誰って警備員さんだよ。いや、私の他に人はいない。え？何言ってるんだよ。こんな明るい幽霊いるの？ここに警備員さんがいない。私には見えない。なんだと。うっせやろ。せやろ。話通じへん思ったわ。警備員さん幽霊なんですか？いや、俺が幽霊だったのはワルテマは気づかなかった。やられたな。 今警備員さんが俺が幽霊だったのはワルテマうって言ってる。そう、なんでそんな感じなの。やってよりね、幽霊ってそんな感じなんだけど、認知の歪みっていうのはふとしたきっかけで治るものだ。なんでそんな雰囲気出して喋んの。幽霊なんて存在しないよ。ここには何もいない。え、私たちも。いや違う、いる。この会社の噂。会社はない。会社はない。ふざけるのは。私は妹ではない。だろうな。全てを元に戻せ。ここに人はいない。嘘だ。え、どうなんの。あ、ここにはなるんだ。気づくと俺は廃墟に倒れていた。不思議な体験だった。今のことは全て思い込みだったのだろうか。警備員さんも妹もいなくて。だってそもそも会社に妹なんてあんまいないもんだもんね。でもそれってなんだかつまらないな。おしゃれ BG。 それってなんだかつまらないな。俺はここの会社員で、会社には奇妙な噂があって、夜中に陽気な関西人の警備員がいて、エレベーターで幽霊のふりをした妹が脅かしてくる。幸せだ。これだ。あ、シナリオ書いてたのか自分で。もう手遅れだったんだね。残念だけど仕方ないか。これも一つの幸せの形なのかもね。エンド4、都合のいい認知。なんでこれちっちゃいんだよ、エンドの表記が。だからじゃあ仕方ないって言ってみるか。いや、でもそれが現実なら仕方がないか。本当の俺は受け入れたんだ。この会社、株式会社日本製の電車には畳の車輪の元社長だ。なんで笑ってんだよ。会社はとっくに潰れていて、俺は会社にすがりついていたんだ。自分でつけた会社名にちょっと面白くなっちゃったの。株式会社日本製の電車には畳の車輪がちょっと面白くなっちゃったの。受け入れよう。ここはもう終わった。俺は現実を受け入れ、新たに設立した株式会社曲がりネクタイで、ネクタイをあえて曲げてきてファッションを流行らせた。何笑ってんだよ。エンド5、現実も思い通り。すごいな、できる人なんだ。なんか妄想に入り込んじゃうけど実力はあるタイプの人なんだ。じゃあそういえばこの一番最初じゃないけど、あのエンド7取っちゃった俺の世界に戻る、選ばず現実受け入れてみるか。エンド5になるのかな。受け入れよう。ここはもう終わった。曲がりネクタイになりそう。なるじゃんこれ、曲がりネクタイに。受け入れよう。ここはもう終わった。俺は現実を受け入れ、新たに設立したここ株式会社曲がりネクタイで、
ネクタイをあえて曲げてつけるというファッションを流行らせた。流行るかな。エンド 5B、 やっぱ現実も思い通り。あ、そうなんだ。エンド5に A も B もあったってことなんだ。あ、エンドロール出た、初めて。今までも出る感じだったのかな。面白いゲームだったな。でもなんかすげえ聞きづらかったわ。あの関西弁の人絶対いっぱい面白いこと言ってたんだろうけど、全然聞こえんかったわ。かぶっちゃうよね。じっくり聞いたら聞こえるんかな。このゲームの良さ引き立てれなかった気するわ。あ、ここで終わりなのか。というわけで全エンド取れ、エンド7個らしいんで、多分 1,2,3,4,5,6,7 取れたよね、多分。だから、もう、いっか。退社何回かできたしね。新しい会社も起業できたし。ホラーゲームっぽい感じかなって思ったけど、ホラーゲームじゃないんすね、このゲーム。よかった、でも。ほのぼのしました、逆に。妄想、だからめちゃくちゃ妄想しちゃって、会社が倒産したことを受け入れられなかったけど、いざ前向こうと思ったら、すぐ前向けるタイプの主人公なんですね。めっちゃ面白いゲームだったと思うんですけど、ちょっとあんま、関西弁の人の声あんま聞き取れんかった。申し訳ないです。というわけで、今回もご視聴ありがとうございました。よければ高評価、チャンネル登録、コメントなどお待ちしております。